デスクワークの腰痛っていうのはそもそも座ってる姿勢っていうことだけでもダメなんですよ。ずっと同じ姿勢取るから良くないですし、休憩の時にこのストレッチをやっていただくだけで痛みを取ることができます。どうも、児玉貴大です。今回はですね、デスクワークの腰痛の治し方についてお話をしていきたいと思います。で、今回この話をするっていうのはですね、ちょっとちゃんと分かっていただきたいんですけど、デスクワークでの腰痛っていうのは痛いだけが問題じゃないんですよ。給料減るし、無駄な出費が増えるし、しかも効率が悪いから仕事でクビになるかもしれませんよっていうことはですね、ちょっと大げさには言いましたけど、それぐらい大変なことになってるんですよ、デスクワークでの腰痛っていうのは。まあ、なぜ話すのかっていうと、うちの患者さんでもやっぱり40代から60代のお仕事をバリバリされている方が多くいらっしゃってて、そんな方でやっぱり座ってて痛みが出るので仕事ができなくて困ってますっていう方は非常に多いです。でね、やっぱり腰痛になるとこう仕事の効率っていうのがめちゃくちゃ下がるんですって。だいたい 40% ぐらい下がるみたいです。年収ベースで考えると150万程度損していることになるみたいなんですね。で、さらに150万円損して腰痛を治すために出費をするっていうところで、治すのにもお金をかけてしまうっていうところで、ダブルパンチで無駄なお金を使ってしまってるわけなんですね。このデスクワークの腰痛っていうのは、腰痛を持たれている方の日常生活の原因のベスト3に入るんですって。運動不足、日頃の姿勢、そしてデスクワーク。デスクワークで悩んでる人がめちゃくちゃ多いんです。そしてやっぱ腰痛持ってる人で1時間以上座ってられない人っていうのは約 66% なんですよ。デスクワークをするだけで腰痛になりやすくなるし、しかもデスクワークをされてる方の腰痛っていうのは10年以上持たれてる方が 60% 以上と、こういった研究結果もあったりするんですね。デスクワークの腰痛舐めちゃダメですよ。痛いだけじゃないです。痛いのが長く続いてしまうし、無駄なお金を使ってしまうし、さらに仕事の効率が悪くなる。で、今コロナで非常に経済が不安定ですよね。ってことは仕事の効率が悪い人っていうのは首切られてしまいますよ。仕事に行けなくなってしまったら、もう会社は首を切らざるを得ないんですよ。だからこそしっかり腰痛を治して仕事をバリバリできるようにしていきましょう。ではどうするのか、簡単ですよ。座りながらするストレッチをまとめました。それをちょっとお話ししていきます。なので、勤務しているお時間の隙間時間、5分、10分、時間あるでしょ？そんな時間作ること簡単にできるでしょ？そこの時間で簡単にできるストレッチになりますので、ぜひやってみてください。ではまず、なぜ腰痛が起きるのかっていうと、腰痛っていうのは腰の動かしすぎによって起きるんですね。はい、腰痛、まず腰っていうものは、この背骨の1番から5番、この骨のこと、この辺りのことを腰って言います。そして腰っていうのはそもそも動くもんじゃないんですよ。はい、体を前に倒したり、例えば腰を曲げろ、腰を反れ、腰をひねろってよく言われますけど、あれって実はほとんど腰っていうのは動いてないんですよ。じゃあどこが動いてんのかってなると、この股関節なんですね。股関節がですね、動いてくれてるから体はしっかり動くんです。お辞儀をするときも股関節が動くから前に倒れられるし、後ろに反り上げるときも股関節が動くからちゃんと動くわけです。ゴルフスイングの体をひねる動きも股関節が動くから動くわけですよね。ではデスクワークなど長時間同じ姿勢を取り続けることによって股関節が固まってしまったらどうでしょうか。こうなってしまうと体を前に動かすときにどこに負担がかかりますか？そうですよね。腰に負担がかかってますよね。体を反り上げるときもどこに負担がかかりますか？そうですよね。腰に負担がかかりますよね。という感じで、股関節が固まってしまうことにより、本来動く必要のない腰が無理やり動かされることによって腰痛を起こしてしまってるんですよ。長時間座り続けることで股関節が固まっちゃうんですよ。なんでかって言ったら、座ってる姿勢を維持するのって体を支えるためにどこが動いてるかなんですよね。そうですよね。この股関節が一番土台になって体を支えてるわけです。じゃあこの股関節がしっかり支えていたら、ずっと筋肉が使われていますよね。そしたらこの辺がガチガチになってきます。で、硬くなってしまった状態でどんどんまたこう猫背とかになってしまうと、本当だったら股関節が動いてこういう風に自由に動けばいいんですけども、股関節が硬いわけですから腰が
無理やり動いてしまって、そして痛っって腰痛が出るわけです。さらに長時間座って立ち上がるとき、これも痛くないですか？股関節が硬いから立ち上がるときに腰が不用意に動きすぎて腰痛を起こしてしまうんですよ。で、あいたたたたたってこんな感じで歩いてるんですよ。で、これで歩いてて体を動かしてたら、まあ、しまいに慣れてきて動くようになってくる。これはね、股関節が固まってたものがちょっとずつ伸ばされるようになるから腰が楽になっていくということなんですね。そう、だからこそ股関節が固まってしまうことがデスクワークの腰痛に一番に影響が出てくると思っています。だからこそデスクワークの腰痛の治し方っていうのは、股関節を柔らかくしてあげること、これが解決策となります。なので股関節のケアをデスクワークの休憩時間、隙間時間にパパッと5分でやっちゃいましょう。これをやることであなたの腰痛っていうのは解決されるし、じゃあ腰痛が解決することによって仕事の効率が上がりますよ。ってことは年間150万円損していた分の仕事効率をですね、取り返すことができるし、仕事の効率が上がれば給料アップ、出世、クビにならないということになるじゃないですか。というふうに繋がっていくと思うので、この腰痛をね、しっかり治していきましょう。座りながらできるストレッチ紹介していきますよ。デスクワークの腰痛の治し方、まずはお尻の筋肉を伸ばしていきます。まず足をこのように乗せていただきます。乗せていただいた時にくるぶしは乗せてる足よりも少し出るようにしてください。はい、で出るようにしていただきましたら、背筋を伸ばしてあげます。背筋を伸ばすとお尻の後ろ側が伸びてくるような感覚が出ると思います。で、後ろが伸びてきましたら、顔をまっすぐ見ながらゆっくりと体を前に倒していきます。この時なんですけども、下を向きながらするとお尻っていうのは全然伸びません。だから顔を上げながら前に倒していくっていうことを忘れないようにしてください。で、こうするとお尻の横側がビーンと伸びてくる感じが出ると思います。このまま30秒間伸ばしていきます。横から見るとこんな感じですね。まず足を乗せていただいて、背筋を伸ばし体を前に倒していきます。この時に顔を上げながら倒していきます。こうするとお尻の裏側の筋肉が伸びてきますよね。で、この状態で30秒間伸ばしていきます。では反対側もいきます。反対側も同じように足を組んでもらって、くるぶしを乗せてる足よりも出してもらって、背筋を伸ばし、お尻の裏側が伸びてる感覚が出たら、このまま体を前に倒していきます。この時に顔はしっかり上げておいてくださいね。で、上げながら倒していくとお尻の裏側が伸びてくる感じが出ると思います。この状態で30秒間伸ばしていきます。はい、デスクワークの腰痛の治し方、次はお尻の横側を伸ばしていきます。だいたいこの辺ぐらいですね。この辺の筋肉を伸ばしていきます。さっきと同じように足を組んでいただいて、そして背筋を伸ばすところまでは一緒で、伸ばしていただいてから膝を軽く下にグッと押し込んであげます。背筋を伸ばしながら膝を下にグイッと押してあげると、お尻の横側が伸びてくる感じが出ると思います。そしてそれが伸びてきましたら、体を少し前に倒していきます。膝を下に押さえながら体を前に倒していく。この時もそうなんですけど、顔を上げながらゆっくりと倒してあげてください。そうするとお尻の横側がさらに伸びてくる感じが出ると思います。で、さらに伸びてきたら体を右側にひねって軽く左に倒します。こうするとお尻の横側がビヨーンと伸びてくる感じが出ると思います。はい、これでお尻の横側を30秒伸ばします。
から見るとこんな感じですね。足を組んでもらって背筋を伸ばす、ここまでは一緒ですよね。で、膝を下に押さえて体を前に倒します。ある程度の角度でいいですよ。で、倒してもらったらここの筋肉が伸びてる感じがさらに出ました。じゃあ出たら体を横にひねってあげて、そして少し倒してあげる、ここを開くようなイメージですね。横のお尻をビヨンと伸ばしていくイメージです。はい、で、これで30秒間伸ばしていきます。では反対側いきますよ。足を組んでもらいます。そして背筋を伸ばします。膝を下に押さえて、そして顔を上げながら体を前に倒していくと、お尻の横っ側が伸びてくる感じが出る。このまま体を横向けてあげて倒してあげる。この横の筋肉をビヨンと伸ばす感じですね。足を開いていく、この回旋の動きをもっと強くさせるようなイメージですね。で、この状態で30秒間伸ばします。はい、ということですね。デスクワークの腰痛の治し方、続きましては太ももの裏側を伸ばしていきたいと思います。はい、ではやっていきますよ。はい、まず浅めに座ってもらって、足をまっすぐに伸ばし、つま先を立て膝を伸ばします。そしてこの状態で体を前にぐーっと倒していくと、太ももの裏側、ふくらはぎの方が伸びてくると思います。で、この時に注意点なんですけども、顔を上げながら体を前に倒してみてください。そうすると裏側がビーンって伸びてくる感じが出ると思います。そしてこのまま裏が伸びてきましたら、この状態、裏が伸びてますねっていう状態で30秒間伸ばし続けます。横から見るとこんな感じですね。まずは浅めに座ってもらって、そして足を伸ばし、つま先を立て膝を伸ばし、体を前に倒していきます。こうすると太ももの裏側が伸びてくる感じが出ると思います。この状態で30秒間伸ばしていきます。はい、では次反対側ですね。反対側も同じように、まず浅めに座ってもらって、足をまっすぐ伸ばし、つま先を立て膝をまっすぐ伸ばし、体をゆっくりと前に倒していきます。この時なんですけども、顔を上げながら体を前に倒していく、これが結構ポイントです。この状態で太ももの裏側が伸びてる感じが出ましたら、このまま30秒間伸ばしていきます。はい、デスクワークの腰痛の治し方、続きましては足の外側を伸ばしていくストレッチです。
大体このお尻とか太ももの横、この辺を伸ばしていくストレッチにはなります。で、やり方なんですけども、先ほどと同じように浅めに座ってもらって、そして足をまっすぐ前に出して、膝を伸ばし、つま先を立てるまでは一緒なんですけど、このままつま先を外に軽くピッと倒してもらいます。そして体を前に倒していきます。この時に顔を上げながら倒していってください。そうすると太ももの外側が伸びてくる感じが出ると思います。そして外側が伸びる感じが出たら、最後に伸ばしたら足の方に向かって体をひねっていきます。こうするともっと足の外側が伸びてくる感じが出ると思います。この状態で30秒間伸ばしていきます。はい、横から見るとこんな感じですね。浅く座ってもらって、足をまっすぐ伸ばし、つま先を立て、膝を伸ばします。つま先を外にコテンと倒してあげて、体をゆっくり前に倒していく。その時に顔を上げながら倒していきます。これで太ももの外から伸びてくる感じが出ます。で、伸びてきたら最後に体をひねって、足の外側をもっと強く伸ばすような感じですね。はい、でこのまま30秒です。はい、では反対側です。はい、反対側も同じように浅く座ってもらって、足をまっすぐ伸ばし、つま先を立て、膝を伸ばし、つま先を外側にコテンと倒していただいて、体を前に倒していきます。そして倒していったら、最後に体を横にひねって、足の外側をしっかり伸ばしていってあげてください。で、こうやって伸ばしてあげて30秒間伸ばし続けます。はい、デスクワークでの腰痛の治し方、続きまして最後になりますが、太ももの前の筋肉を伸ばしていきます。まず太ももの筋肉なんですけども、まず足を椅子にこのようにかけてもらいます。引っ掛けるように膝を曲げていただいて、そしてつま先を引っ掛けるようにしてください。そして引っ掛けましたら、このままゆっくりと体を後ろにもたれていきます。そうすると太ももの前が伸びてくる感じが出ると思います。で、伸びてきたらこのまま30秒間待ち続けます。はい、横から見るとこんな感じです。まずは膝を曲げて、つま先を椅子の上に乗せます。そのまま乗せていただいて、このままゆっくりと後ろにもたれていってもらいます。そうすると太ももの前が伸びるような感覚が出ると思います。はい、この状態で30秒間伸ばします。はい、では反対側です。まずは膝を曲げて、つま先を椅子の上に乗せます。そして体を後ろに倒していって、太ももの前を伸ばしていきます。気持ちなんですけど、膝を外側に向けてあげるとしっかり伸びてきます。膝を外側にグイッとこう動かしてあげると、太ももの前が伸びやすくなるので、ちょっと調整もしてみてください。はい、この状態で体を後ろに倒して30秒間伸ばしていきます。
これでおしまいです。はい、これはですね、デスクワークでの腰痛の治し方についてのストレッチでございました。1回あたり5分でできます。しっかりがっつりやっちゃってください。デスクワークでの腰痛っていうのは痛みにとどまらずですね、痛み以外にも仕事の効率を下げ、効率を下げることにより年収を下げ、そして出費を増やし、最後には仕事を取られてしまうということにもならないようにするために、この腰痛を治していきましょう。デスクワークでね、仕事をする限り腰痛と向き合っていかなくちゃいけないとは思うんですが、しっかりと股関節のケアをすることによってデスクワークでの腰痛を解決することができますので、ぜひこのたった5分でいいので、このたった5分をね、あなたの生活の中に入れていただければなと思います。はい、というところで今回はデスクワークの腰痛治し方についてお話をさせていただきました。本日の内容ですね、面白かったなっていう方はですね、ぜひコメントくださいね。で、まあ悪かったところもあるんだったら、ぜひコメント欄でね、悪いところも伝えてください。バッド評価だけだったら全然わかんないです。何が良かったのか、何が悪かったのか、しっかり詳細を書いていただければ、次回ですね、どういった動画を作ればいいのかっていうのが糧になるので、それから動画作りをね、いいものを作っていきたいと思っていますので、ぜひとも詳細を教えてください。ぜひコメント欄でお願いしますね。はい、というところで本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。